川岡潮風川岡潮風3月8日から1912年7月13日は日本の作家。押川春堂の弟子筋として雑誌、冒険世界などで小説、エッセイなどを発表したが若くして病死した。本名は秀夫。横浜の下町出身。神戸、京都などを転々とした後、1905年早稲田大学文学部に入学。早稲田大学卒業後、中央新聞を経て、博文館に入社。押川春堂が主筆を務めていた、冒険世界の編集助手となり、同誌に小説、エッセイなどを発表する。押川が体調を崩していた時には口述筆記を行うこともあった。また、押川が中心人物であった社交団体、天狗クラブにも入り、メンバーと交友を深めた。1909年、強度の脊椎カリエスに罹病。以後死ぬまで闘病が続く。1911年頃には、6歳年下の小説家、内藤千代子と出会い、恋愛関係と師弟関係の混ざったような関係が始まる。同年11月に、野球ガイドクロンに関するトラブルから押川が、博文館上層部と対立して退社。押川は新たに、武教世界社を作り、冒険世界のライバル誌となる、武教世界を発行することになる。この時、冒険世界で執筆することも多かった天狗クラブのメンバーは、ほとんどが押川に同調して、武教世界にその活動の場を移したが、川岡と庵野天風のみは、冒険世界に残ることとなった。これが他のメンバーの目には裏切りに移り、川岡は、かつての友人たちから激しい非難を受けることとなる。後に、川岡が死亡した時も、武教世界はこれを無視した。1912年5月には、25歳の誕生日を記念して、自伝、55の春を刊行するが、その後脊椎カリエスに加えて、脳膜炎を併発し、7月13日に死去。冒険世界に残ったことに対して寄せられた非難に、対し、川岡と、庵野は一切の弁明、反論をしなかった。時を経ずして川岡が世を去っていることもあり、川岡の真意は不明である。しかし、庵野に関しては後に、押川は会社と対立こそしたものの、冒険世界という雑誌には愛着を持っていたため、信頼できる友人である阿部に雑誌を頼んでいたということが明らかになり、メンバーと和解している。また、川岡は、他の天狗クラブメンバーとは違って、博文館の社員であり、移籍がそこまで簡単ではなかったということも指摘される。これらのことから横田純也は、おそらく川岡も同じであったのだろう。川岡は自分の本心を他のメンバーに伝えたかっただろうけれど、わかる時が来ればわかるとして、それをしなかったのが、川岡の美学に違いなかったと推測している。横田純也、天狗クラブ解決伝言記と正義の男たち朝日、そのらま1993年、村松昌風、沢正風雲録自由国民社1958年。ありがとうございます。